じゃあこんにちは、はい、佐々木さん、まあ、ドラフト会議終わり、はい、まだその興奮が冷めやらぬ中といった感じですけれども、まだ興奮しっぱなしだな。しっぱなしですよね。まあ、明日の朝まで興奮してるなと。ずっと寝ずに。ずっとな、本当に。まあ、その中でも、はい、今日はですね、阪神が単独で引いた下村海斗選手、はい、投手、そして巨人の中央大学の西舘投手、はい、この2選手をちょっとピックアップ、ね、したいと思います、はい、まずは阪神、はい、右の下村投手を、そうだな、はい、はい、引き合ってました。まあ、どういったタイプの投手、豊さんから見ると、まあ、言えば横の揺さぶりができるっていうピッチャーだし、はい、まあ、ちょっと身長が低いんだけども、そうなんですよ、174だっけ、174なんですよ、まあ、4って言ってても、はい、ちょっとかさ増しするから172ぐらいとかね、俺ぐらいかなと思ってるんだけど、はい、やっぱキレで勝負していくタイプだよね、うんうん、打たして取る、はい、まあ、そういうタイプのピッチャーかなっていうような感じがするけどね、うん、以前視察していた NPB 球団のスカウトによると、やっぱりプロでも特殊球として通用するとされているカットボール、はい、それから150キロ前後のストレート、はい、その MLB の予備軍の打者たちに対して果敢にインコースをアメリカでついていたというところで、うん、まずこのカットボール、だから、まあ、映像を見る限りで、はい、やっぱり左に対してのインサイドのカットボールの使い方、コントロール、うん、まあ、抜群にうまいな、うん、だから全部詰まらせるというか、はい、だからそのぐらいキレもいいし、曲がりも手元まで来て、うん、キュッと曲がるし、はい、だからその横の揺さぶりだよね、うん、だから三振というのは多く期待はできないかもわからないけども、はい、やっぱ打ち取り方っていうのは安全な打ち取り方をしていくという、うん、なんか詰まらせるという、あ、それバッターからするとどんな感じなんですかね、はい、あっていう、うん、ちょっといえなんかこうカットボールが気になっていやらしいよね、だからファールでカウント取られて外に落とされるとか、はい、ツーシームをこう流されるとか、はい、そういうことになるとあって打っちゃうという、うん、まあ、そんな感じのピッチャーだよね。タイプ的には、はい、今いる NPB の選手だったり以前いる選手でもいいんですけど、どういうタイプ、村上だよ、村上頌樹、うん、投手、おお、同じ阪神のような感じの、はい、タイプのピッチャーだよ。だからコントロールは絶対的な自信があるというさ、はい、まあ、そういうピッチャーだよ。だから村上も低いでしょ。そうですよね、うん、今はね時代がちょっと変わってて、はい、大きいのは大きいのでやっぱ得なんだけども、うん、低いところから高めに勝負ができる、そのぐらいのキレとスピードがあったら十分通用するんだよ、はい、うん、いやだからそういうタイプのピッチャーに育ってきそうな感じがする、うんうん、で器用なピッチャーだと思うんだよ、はい、その器用さとコントロールとクレーバーさで勝っていけるピッチャーなのかなっていうような感じがするよ、ね、うんうん、阪神っていうと今本当にピッチャー王国というか、そこの中で競争していってレギュラーをつかみ取らなきゃいけない、うん、そうなってくるとこれから何がさらに必要になってきますか、下村投手は。アマチュアの時って出し入れっていうのはなかなかしないと思うんだよね。ボールはボール、ストライクはストライクで持っていくって、この際どい出し入れがよりコントロールが良くなったら、それはもう勝てるピッチャーになる、完全に。マウンドに立ってて無駄なことをしない、はい、フォアボールを出して自ら苦しくなるっていうような、そういうタイプじゃないだけに、はい、もうほっといても俺は活躍すると思う。そういうタイプなんですね。そういうタイプだと思う、うんうん、良くなった赤星みたいな、巨人の。あ、そういうタイプでもあるかなっていうような感じするよね、うん、で赤星もコントロールがいいし、はい、あとこうツーシームを覚えてね、うん、それがきっちり投げれるようになって勝てるようになったけども、最初は苦労するかもわからないよ、だけど俺は苦労しないと思うんだけど、苦労した時には何か一つ頼れるボールを作れば、はい、絶対いけるピッチャーだよ。そのタイプが似てるその村上頌樹投手も、はい、やっぱ昨シーズンは1年間ファームでじっくり、はい、で今年ブレイクした、はい、ということはこの下村投手も岡田監督はやっぱり最初はファームで、まあ、やらせる可能性はあるよね、うん、で慌てることないもんだって、うん、ピッチャーはまあまあそこそこいるからね、はい、だから慌てることはないけども、もっと下半身を鍛えた方がいいとか、うん、ね、いやこのまま投げたらその筋力的に、故障をきたすっていうんであれば、はい、じっくりいってもいいよね。じっくりじゃあ、いやまあでもじっくり行ったって1年経ったら出てくるピッチャーだよ。あ、じっくり行ったとしても、うんうん、それだけやっぱセンスが高いよ。そうなんですね、センスがいいよ、うん、野球のセンスがいい、
で、もともと兵庫県西宮市の出身なので、うん、まさに阪神は、まあ、そうだな、もううってつけというか、もう両親っていうか親御さんとかはね、もう喜んでると思うよ、この阪神に入れたみたいな。そうですよね、だから嬉しいと思うよ。そうですよね、うん。さあ続いて巨人は中央大学の西舘投手です、はいはいはい。西舘投手はどういったピッチャーですか。まあ、今風の投げ方だよね。テイクバックが小さくて、はい、ですぐ持ってきて腕を振るというね、はい、だからタイミングの取りにくさ、まあ、そういうのがあるし、やっぱ制球がいいしね、やっぱ即戦力だよね、はい。でそのテイクバックがその短いというかクイックというところで、その大学2年の秋のシーズンが終わったからに、その投球をクイックモーションで行うようにしたということで、はい、それまではずっとその足を上げる普通のフォームで投げていたんだけれども、はい、やっぱ自分の感覚ではクイックの方がしっくりくると、だったらもう全部クイックで投げるようにして、その中で出力を上げていけばいいんじゃないかとアドバイスをもらって、うん、もうずっとクイックの練習でああいったフォームになった、まあね、いやだからその上と下のバランスを合わせなきゃいけないから、うん、例えばこっちが速いのに足はゆっくりしてたら待ってなきゃいけないじゃない、はい、そうじゃなくてクイックとともにテイクバックパッと上がって足を下ろしたとともに腕が振れるという、はい、だからそのバランスがあったんだろうね、うんうん、ただやっぱ同じタイミングで投げると、はい、会った時には捕まる可能性があるから、はい、だからこれからはちょっとしたズレをバッターとしての、うん、バッターから見てズレを作れると自分で、はい、より勝てるようになる、おもっと良くなる、もっと良くなる、もっと良くなる、例えば0コンマ5秒でも違うタイミングを持ってると、やっぱバッターって敏感だからさ、あっという間に来るボールに対処してるわけだから敏感に待ってるんだよ。でもそれが1秒とは言わなくても、その中で遊び心が少し持てればちょっとずれるんだよね。それだけでバットが出てこなかったり凡打になったりとかするから、そこを覚えるとすごく楽しくなってる。西舘は特徴的にはどういった、例えば球種だったりとかコントロールだったり、いや球種持ってる球種っていうのは、うん、まあ、大学時代でもレベルの高いところでやってるしね、うん、はい、それなりのピッチャーと投げ合って、うん、リーグっていうのはそれなりのバッター、それを打ち返そうとするバッターたちがいるわけね、はい、その中であれだけの三振が取れたりだとか、あれだけの成績が収められるっていうのは球種的には何の問題はないと思うんだよね、うん、でよりやっぱこうキレよくとか、はい、より精度よくとか、うん、まあ、もうそういう段階だと思うよ彼は、まあ、そんなに心配はしてないし、うん、ただそのジャイアンツという環境、はい、安倍新監督、うん、やっぱ後輩には割と厳しいと思うんだよね。そうですね、きっと逆に、はい、だから我が子がチームにいてそれが監督 で、うん、でわざと自分の息子に厳しくやるように、はい、だからそれはやっぱある程度覚悟していっとかないと、俺先輩なのにとか、そういう甘っちょろい考えでいくと阿部にカツンとやられるよっていう、そう中大ラインですね。そうだから後輩だからより厳しくなるよって、はい、だからそれにはやっぱこう答えていってほしいとは思うけど ね、うん、やっぱり巨人は阿部新監督もおっしゃってたように、とにかくピッチャーが急ごと、まあそうだね、はい、言ってる中でのこの西舘投手、うん、来シーズンどういった形でどういうふうに、まあ、器用なピッチャーだと思うんだよね、いろいろどこでもできると思うけど、やっぱまずはやっぱ先発だよね、はい、右の若手の先発、うんうん、あのローテーション入り、うん、まあ、それはやっぱりどうしても期待しちゃうよね。そうですよね、まあ、今戸郷投手がいて、菅野投手がいて、山崎伊織投手がいて、で赤星投手も出てきてっていう中で競争になっていきますよね。今競争になっていくし、まあ、大体ローテーションというのは6人から7人ぐらいいるから、はい、うん、だその一角には俺は入っていけそうな、うん、まあ、そのぐらいのポテンシャルは持ってると思うよ。開幕1軍からスタートってことにももちろん十分、ね、チャンスある、チャンスありますよね。もちろんもちろん、それだけの力があるからドラフト1位にしたし、うん、今年のドラフトっていうのは本当にいろんな形のピッチャーがいて、本当に即戦力と言われるピッチャーがたくさんいて、はい、まあ、その中で1位に指名したわけだから、はい、やっぱそれなりのチャンスはもらえるだろうし、うん、自分で自分を信じることだな、ね、持ってるという、うん、もうその自信を失わないように、はい、西舘だけではなくて、はい、みんなにそう思うよね。そうですよね、うん、この動画ではね、阪神の下村投手、巨人の西舘投手という、はい、あ、もうまだね、これからあの交渉が始まるので、うん、もう入るよいや、まあ、拒否しない限りそうですよね絶対入るって。ありますけれども、こういった投手たちがこう未来に投げ合う姿、
なんか、まあ、見たいですね。いや見たいというかもう来年には見れるんじゃないの。これ例えばね、西舘投手 VS 下村投手、先発両先発です。いや、まあ、そうだね、うん、だから常広とかね、はい、まあ、広島に入ったから、はい、そう、え、東都大学見てるみたいな、そんな感覚で見る人だっているだろうしそうです、ね、いやだから本当に豊作な、ね、はい、投手陣の中で1位を、ね、下村もそうだし西舘もそうだけども、はい、指名してくれたんだから、うん、まあ、プレッシャーはあるかもわからないけども期待に応えられるように、はい、まあ、とにかく自分を信じた方がいいね、うん、自分の素質、自分の素質があるからドラフト1位になった。だからできないことは絶対ないんだよ、うんうん、だからこの2人に今特化してね、はい、ちょっとお話をしたけども、うん、楽しみです。そうです、もうすぐできると思う。わー楽しみですね、はい、未来のエースだったりとか、まあ、そりゃそうだね、はい、ここから出てくると思うので非常に楽しみにしたいと思います、はい。